皆さんこんにちは、かけすです。本日はヤバタニエ3回目やっていきたいと思います。今回ですね、前回のエンディングでちょっとこの女の子たちが嫌なやつだっていうのが分かったので、今回ちょっと家主の味方になって進めていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあここはサクッとね、銀融の鍵を入手していきたいと思います。よしよし、もうね、どんどんサクサクっと進めていこうかなと思っております。よし、これライトの色覚えておけばよかったな。まだまだ、3階に行って、これ開けておいて、ここも回しておいて、あ、まだだった。4階に行って、これまだか。あ、まだかじゃない。これ水回し回収しておいて、ここで、ゾンビを呼んでおく。あ、これ血の涙流してるんだ、ゾンビ。で、これで、バッテリー回収して、これスライドを回収する。あ、ソーラーパネルだった。で、ソーラーパネル設置しておいて、間違った。下に降りて、で、こちらこっち側をね、サクサクとこう開けて、ちょっとうるさいんでね、赤色の鍵はちょっと回収しておきたい。で、ちょっと止めておいて、で、どうするんだっけな。まあ、とりあえず、この塔の光をちょっと見て、色を覚えますか。あれ？ああ、そうだった。変えてなかったなった。無駄足をしてしまった。じゃあ2階に行って、光を上に上げて、これで、もう一回塔の側面を見に行く。何色だったかな？これ覚えておけばな。青、黄色、ピンク、緑。青、黄色、ピンク、緑。よし。で、あとはこの色を押していって、青、こっちに行って、で、黄色で、あ、待ってよ、これ設置しておきたい。青、黄色2回行って、あ、そうか、これ回しとくか。で、3回の青、黄色、じゃあ、4回だった。緑で、右側降りて、ここがピンク。よし。で、ここの女の子は、この女が多分助けないといけない。この女の子ちょっとね、やっつけようがないから、ちょっとこの女の子が助けて、まあ、これは仕方ない。で、これで多分塔の左側の塔の階段が多分出てきてるから、おし、これを登って、あ、マッチもらっておいて、マッチをつける。で、鍵を開ける。よし。あ、そっか、ハサミ取るのに、テニスボール必要でしたね。テニスボールは、外で回収できるか、ちょっと回収しておいて、これで、ハサミを回収。で、まあ、この子はちょっとこのまま放置しておいて、ハサミ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 3回ここに入ってる。よし。で、次はどうするんだ。次は、多分、次あれか、全部の電気を消していくんだ。電気を消していって、ここも、あ、コンセント抜けてる。で、ここの電気も消えて、で、次の部屋、次2階ってなんか電気あったっけ。ここはいじらない。ここも映写機回ってない。ここも意味ない。だから次は3階は、あ、そっか、行けないから4階行って、ここの電気消して、
で、こっちの部屋の電気も消す。よし。で、これでこのメーターがマックスになったから、ダメ。本当にしない。危ない。また愚かな展開をしてしまうところだった。この外に行って、で、秘密の抜け道をオープン。よし、いいぞ。で、ここで、この錆びたチェーンカッターをゲットして、この女子を助ける。よし。お願い。おみおちゃん、助ける。よし。おみおちゃんを助けて、で、上に上がっていって、よし。あれ？どうするんだ？これでここ切っていいのかな？えい。え？本当にしない。ここで切りたい。切れない。どうやっていくんだろう、そしたら。ここで切るしかないのかな？ちょっと切ってみるか。切って、あ、よかった。これなんか、もうあなた出れませんみたいなエンドがない。これで外行ったら通れるのかな。なるほど。この女の子がこうピンってやったら通してくれるんだ。あ、これで上登ってからはしご降りて、遅いぞこの野郎。この女が罰を押せば、わあ、これで、あれ、なんかエンディング進まないな。これで、あとどうするんだろう。これで、SOS やるのかな。これで SOS するのかな。じゃあちょっとチェーンカッター回収し忘れたから、チェーンカッターを、回収して、よし。で、SOS を出していきます。あれ？チェーンカッター回収できてない。何をしてるんだろう。チェーンカッターを回収。よし。チェーンカッター回収したら、この塔の下の、ここにはめて、これ SOS、これかな？よし、S ができて、次逆に左の塔に行って、おお、びっくりした。なんだ？わあ、見事クリアできました。はい、ご視聴ありがとうございました。前回はちょっとね、女の子たちの味方をしたので、今回家主の味方をさせていただきました。ちょっとエンドタイプ D で、前回は確か E だったかな、あれ、いや、ネット上は確か E だったはずなので、なんか3つのルートあるんですけど、まあ、ちょっと皆さんもぜひ気になる方はやってみていただければいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。